さあこれより第2クォーターに入ります。第2クォーターは先ほど得点を挙げた熊本のキックオフで試合開始です。さあユニコーンリターンに入った。これは熊本ナイスカバー。リターナー4番中央突破を図らんとしましたが、これをマーベリックス8番の選手が殺到しまして、このリターンを25ヤード付近でとどめました。この視点からのユニコーンの攻撃に変わります。ユニコーンリターナー4番は橋本、福岡大学出身のルーキーです。そしてそれを仕留めました熊本8番は村永、佐賀大学出身のプレイヤーです。さあしかしユニコーン反撃の機会を得ます。ボールオンは自陣24ヤードからユニコーンファーストダウン10。さあここで中央ランテ、先ほど果敢にリターンしましたランニング枠4番に再び託しました。これが見事に構想しまして約5ヤードのゲインとしています。中央切れ込むように素晴らしいランを披露しましたのはユニコーン5番の栗原、福岡教育大学出身、失礼しました、4番の、福本でした、張本でした、熊本、福岡大学出身のプレイヤーです。失礼いたしました。ユニコーンセカンドダウン5、ボールは自陣30ヤード。さあ再び中央のアンプレーを託しましたが、これは熊本のディフェンスが殺到します。同じくキャリア4番の突破力に期待しましたが、これは熊本1番が対応しています。しかし約2ヤードのゲインを果たしました。ユニコーン自陣32ヤードからサードダウン3。さあこの3回目の攻撃、果たしてどのようなプレーを選択するでしょうか。攻撃圏必要距離は3ヤードです。このパスは不成功。クォーターバック13番パスプレーにより突破を図りましたが、ワイドレシーバー17番スリップしまして、このプレー失敗と終わりました。攻撃権を一つ失ってフォースダウンに変わります。ユニコーンフォースダウン3、パントフォーメーションを選択しました。さあ陣地挽回を図らんとしますが、これを熊本阻止する構えにあります。ナイスパント、プレッシャーある中でしたが、これを熊本パンター、素晴らしいパントを蹴りまして、リターンできない状況でボールを前進させました。転がりましたボールは熊本自陣27ヤード付近でボールデッドとなっています。この位置での攻守交代となります。熊本先ほどのパントにより陣地を結果的には自陣に戻される形になっております。さあしかし再び攻撃の機会を得ている熊本、ボールオン自陣27ヤードからの攻撃に入ります。熊本ファーストダウン10。さあまずランプレーから入りました。好調なランを重ねるランニングバック26番の走力にまず期待をして中央突破を図っております。ゲインはしかし3ヤードです。ランニングバック26番は国広、このランプレーも一つの目安があります。攻撃を更新や基本的には4回で10ヤードですが、4回目の攻撃はリスクが高いため基本的には3回の攻撃で更新することが理想です。結果から言いますと、1回のランプレーが3ヤードであるか4ヤードであるかが非常に重要な要素になってまいります。熊本セカンドダウン7。
パス不成功。ここでクォーターバック5番は右に展開したランニングバックにパスをとワイドレシーバーにパスを投じましたが、ディフェンスカバーあると見てパスを高めに浮かせて投げ捨てました。先ほどの地点でもしタックルされた場合はロスになるということで、その判断からパスを投げ捨てた模様だと思われます。結果的にしかし攻撃権は一つ失います。熊本サードダウン7、ボールオンは自陣37ヤード。ここでトラブル発生。クォーターバック5番スナップを受けた際にボールをジャックルしました。あわやボールを奪われる可能性があると判断しまして、自らそこでボールを抱えて倒れました。この時点で攻撃は止まる形になりますので、結果的に3ヤードロスとなっています。熊本フォースダウンとなります。熊本フォースダウン11、パントフォーメーションを選択します。パンターは3番の中村が務めます。江南大学出身。ナイスパン。熊本パンター3番プレッシャーありながら右に流れてランニングパントを敢行しました。これが素晴らしいパントを生みまして、その転がりもよくユニコーン陣30ヤード付近でアウトバーンズ外へ出まして、この位置での攻守交代となります。この後もマーベリックスパンター3番の中村、素晴らしいパントを見せました。東谷おじさん様、熊本のパス非常に洗練されているのが印象強いと思われます。クォーターバックの吉村はかつて富士通でも参戦しておりました選手です。その後も X2 ゴールデンファイターズで活躍しておりました。さあユニコーンの攻撃に入ります。ユニコーン自陣32ヤードからのファーストダウン10。さあしかしここでトラブルが発生している。ターンオーバー。ここでユニコーンランニングバック反応からの中央突破からのとタックル浴びつつセカンドへ放と粘りましてゲインを図りましたが、この時にボールをファンブル。ファンブルしたボールはどちらが抑えても構いません。そのボールを抑えたのは熊本、従いましてこの時点で攻守交代となります。ターンオーバー。このようにファンブルそしてインターセプトにより攻撃権を失う形になると、極めて攻守の状況そして試合の流れ大きく左右されます。このトラブルが発生しましたことにより熊本むしろチャンスを得ました。熊本相手陣38ヤードからの攻撃に入ります。熊本マーベリックスファーストダウン10。パス不成功。ここでロングパスにより一気にタッチダウンを狙いました熊本マーベリックス。しかしこのパスをレシーバーエンドゾーンに走り込むところ、ユニコーンディフェンス陣8番素晴らしいカバーしまして、このコースを阻止しましてパス不成功としました。非常に高度なテクニックが錯綜しておりますこの九州社会人春季王座決定戦。その攻防の見応えあるワンプレーでもありました。さあしかし優位にあります熊本、相手陣38ヤードからセカンドダウン10に入ります。突破を図りましたが、しかしこれはユニコーン70番対応します。エースランニングバックの31番大黒の突破力に今度は熊本をかけましたが、しかしそれをユニコーン70番の溝田、佐賀大学出身のプレイヤーが阻止しましてノーゲインサードダウンに変えます。熊本相手陣38ヤードからサードダウン10。3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。
パス成功、ファースター。ここでクォーターバック5番は内側に切れ込んできた。ワイドレシーバー28番にパスを投じました。28番、相手ディフェンスに絡まれながらそれを見事に競り勝ちました。キャッチ、攻撃権更新としています。熊本マーベリックスファースター、見事なキャッチをしましたのは熊本マーベリックス28番の前田、一橋大学出身、チームのルーキーです。ここでウォーターブレイクが入ります。さあ、春季王座決定戦にふさわしい攻防が現在随所で見られております。第2クォーター残り時間5分を切ったところで現在ウォーターブレイクとなっています。得点は熊本マーベリックス7点、ユニコーンレンテ0点、熊本マーベリックスがワンタッチダウンリードという状況になっております。その熊本が現在攻撃にある状態で現在ウォーターブレイクが入りました。これが果たしてどちらにその空気そして潮目を変える形になるでしょうか。さあ、試合再開となります。熊本相手陣25ヤードからのファーストダウン10。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは揃ってスタートしなければいけません。5ヤード抜退し攻撃のやり直しとなります。従いまして熊本5ヤード下がってファーストダウン15の状況で試合再開です。熊本マーベリックスファーストダウン15。パス不成功。この状況を一気にパスにより打開を図りました。クォーターバック5は今度は左にいました。ワイドレシーバー7番へのロングパス、7番ディフェンスは振り切りましたが、しかしわずかに届かずパス不成功となっています。攻撃を回数1つ失いましてセカンドダウンと変わります。熊本相手陣30ヤードからセカンドダウン15。パス不成功。ここでクォーターバック5番はスクリーンパスを展開しようとしましたが、ディフェンスのプレッシャーが早く、このパスは投げ捨てる形でパス不成功に終わらせました。攻撃回数1つ失って熊本サードダウン3回目の攻撃に入ります。熊本相手陣30ヤードからサードダウン15。さあ、この状況を熊本突破するでしょうか、あるいはユニコーン防ぎ切ることに成功するでしょうか。ここでクォーターバック5番パスを投じようと身構えましたが、そこにユニコーンディフェンス53番サット QB サックしまして、このパスを投じる前に阻止しました。約7ヤード下げましてフォースダウンと変わります。見事 QB サックしたユニコーン53番は池田、西南学院大学出身のルーキーです。熊本フォースダウンロング、パントフォーメーションを選択します。ボールオンは相手陣37ヤード。ユニコーンリターンに入った。しかしこれは熊本もカバーしており、
ユニコーン陣15ヤード付近でボールデッドとなり、この位置で攻守交代となります。しかしユニコーン、ここでは熊本の攻撃を見事封じることに成功しました。攻撃権変わりまして、ユニコーンの攻撃に変わります。ユニコーン、ボールオン自陣18ヤードからファーストダウン10。ここは熊本ナイスディフェンス。まずは中央突破により攻撃の鎖を打とうとしましたユニコーンですが、これを熊本マーベリックス41番、そして17番が、失礼しました、70番が殺到しまして、このランプレーを阻止しております。41番は清水でした、福岡大学出身。不成功。クォーターバック13番、今度はパスプレーを展開しました。ターゲット6番でしたが、6番これをキャッチできずパス不成功となっています。攻撃回数を1つ失ってサードダウン3回目の攻撃に変わります。ここでユニコーン、前半1回目のタイムアウトを取ります。YouTube でご覧いただいている方々は、チーム名の下側にあります黄色いバーがあると思います。このバーの数が双方のタイムアウトの残りタイムアウト数とご承知いただければ幸いです。このタイムアウトは前半に3回、そして後半に3回それぞれ支給されます。従いまして、この前半の時間が終わりましたら、タイムアウトはともにまた3回に戻ります。そしてこの前半終了時点で現在のポジショニングもすべてリセットされます。従いまして、この現在今熊本にとって優位な位置もこの時間が第2クォーターの時間なくなればリセットされる形になります。しかしその攻撃権は現在ユニコーンにあります。ユニコーン自陣18ヤードからのサードダウン10。パス成功、ファースト。クォーターバック13番、ここで中央に走り込んだワイドレシーバー4番にパス。4番ディフェンスカバーありながら見事キャッチしまして、攻撃権更新です。ユニコーンファースト。クォーターバック13番は迫田、久留米大学出身。そして取りましたワイドレシーバー4番は張本、福岡大学出身。張本はルーキーでもあります。ユニコーン自陣35ヤードに入りましたのファーストダウン10。さあここでクォーターバック自らのダウンを展開しようとしました。ハンドオフをフェイクにして左オープンをつきましたが、しかしこれは熊本のディフェンスも集まりよくゲイン1ヤードにとどまっております。ユニコーン自陣36ヤードからセカンドダウン9。さあトラブル発生している。しかしこれはユニコーンを自ら抑えております。結果的にはユニコーンの攻撃は継続しますがノーゲインでした。ユニコーン、ここで前半2回目のタイムアウトを取ります。
前半残り時間は25秒となっています。この時間内をどのように使うか、ここで一旦作戦タイムを取ります。アメリカンフットボールはプレーの終わり方で時計の止まる、進むという状況が大きく変わります。ボールを持った選手がフィールドの中で倒れた場合は時計は止まりません。そのまま回り続けます。逆にボールを持った選手が外へ出る、あるいは前パスが失敗した場合には時計が止まります。この時計が進む、止まるといった部分を含めた時間を使った駆け引きもアメリカンフットボールの重要な要素です。さあ、タイムを届けましてユニコーンの攻撃再開です。ユニコーン、サードオンナイン、ボールオンは自陣36ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック13番はワイドレシーバー11番のロングパスを展開しました。しかしこれは熊本のカバーよく、パス不成功となっています。攻撃回数を1つ失ってフォースダウンに変わります。前半残り時間は15秒となりました。ユニコーン、フォースダウンライン、パントフォーメーションを選択します。このパント、熊本チャージしましてパントをブロックする形になりました。結果的に大きなパントにはならず、熊本陣42ヤード付近でボールデッドとなりました。この時点の攻守交代となります。前半残り時間は2秒となりました。さあ、この残り2秒を果たして熊本どうするでしょうか。ボールオンは自陣42ヤードから熊本マーベリックスファーストダウン10。2ダウン、そのままランプレーという形でこのプレーを終了といたしました。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了です。前半終了となりまして、熊本マーベリックス7点、ユニコーン0点で熊本マーベリックスがワンタッチダウンリードする形で前半戦終了となります。